今度のクリスマス孫ちゃんだけ起こしてあんたは来なくていい。3歳の娘を一人で電車に乗せて行かせろと、さすがお母さん。おっしゃることが相変わらず意味不明なので病院行きましょう。意味はわかるでしょ、可愛いお孫ちゃんと楽しくクリスマスを過ごしたいの。メイちゃんだけ連れてきたらあんたは帰りなさい。なぜ年に一度の貴重な時間を底意地の悪いお母さんにお譲りしないといけないんですか。言葉遣いは悪くないけど、あんたちょくちょく言わなくていいこと言ってるわよ。お母さんへの嫌悪感がつい漏れ出ちゃうんですかね。ごめんなさい。あんたが私を嫌いなのは承知してる。私もそれ以上に嫌いだから気にしてないわ。理解のある姑でやりやすいです。健太にはもう実家で過ごすよ。 LINE してあるの。夫は仕事が忙しくて何時になるかわからないと思います。そうなると実質お母さんと私たちだけでしょ。地獄すぎません、その時間。あんたは来なくていいわよ。どうしてもいるって言うなら黙ってりゃいいでしょ。そんなツヤみたいなクリスマスを過ごすくらいなら家でのんびりゆったりやりたいです。最後のクリスマスかもしれないのに。え、メイちゃんにプレゼントを渡せるのも今年が最後かもしれないの。ついにマカに帰られるんですか。違う、実は余命があまりないの。余命20年とかデーモンにしてはためな方ですね。ふざけないで。だってお母さんの余命詐欺これで5回目ですよ。さすがの狼少年も5回は嘘つきませんから。今度は本当なの。膵臓をやられててもう手の施しようがないの。前回は前立腺がんと言ってましたよね。私はお母さんに前立腺があることに驚くと同時に2時間笑いが止まりませんでした。あれはちょっとした間違いよ。診断書でも見せていただかないと到底信じられません。そう言うと思ってもらってきたわ。これは本物よ。本当なんですか。ええ、お父さんが膵臓がんで他界してから5年、私も同じ病気で追いかけることになるなんてね。お母さんの生命力舐めてました。私だって人の子よ、病気くらいするわ。わかりました。ではクリスマスは一緒に過ごしましょう。さっきはメイちゃん置いたら帰るなんて言ったけど、あんたも一緒にケーキ食べていいわよ。あら、いいんですか。当日は豪華なケータリングを手配してケーキも特注する。最後だもの、盛大にお祝いしなくちゃね。メイも喜ぶと思います。みんなにプレゼントもあるのよ、楽しみにしてて。ありがとうございます。じゃあイブの日に伺いますね。待ってるわ。それまで生きていられればいいんだけど。元気出してください。お母さんらしくないですよ。そうよね、最後くらい楽しくいきましょう。私はモナ、29歳の主婦です。このノリコという悪魔は私の姑。底意地悪い選手権があれば優勝を狙えるレベルです。結婚した当初から私のことが気に入らないようで、帰省するたびに嫌がらせをされます。私の靴に画鋲を入れられたり、コーヒーにハバメロ混ぜたり、子供でもやらないいたずらばかり。なのでできるだけ義実家へは近づかないようにしていたのですが、今回は診断書もあったことで信じ込んでしまいました。そしてやっぱり行かなければよかったと深く後悔することになるのです。クリスマス当日、ドアを開けてください。窓でもいいです。家に入れてください。笑いが止まらないわ。最高のクリスマスね。メイを驚かせるためにサンタの衣装を着たまではいいんです。なぜ締め出すんですか。邪魔だから。それ以外に理由ある。玄関からサンタがインターホンを押してメイにプレゼントを渡すっていう計画だったでしょ。プレゼントなら本物を渡したわ。あんたが持ってるのはダミー。なんと用意周到な。おとなしくクリスマスパーティーして終わると思ってなかったけど、ここまでするとは。お主やりよるな。あんたもそれくらい想定してなさい。危機管理能力が低いのよ。これポンキホーテの安いやつですよね。ペラッペラで凍えそうなんですけど。雪も降ってるし、最高のホワイトクリスマスね。あんたは私への態度がなってないの。根性を叩き直してやるから、サンタ姿で一晩中外にいなさい。朝までいたら確実に凍ります。冷凍された嫁は不気味ですよ。今ならまだ半冷凍くらいです。カチコチになればいいわ。凍りたくないならそのままご近所を歩いてみたら、子供たちが喜ぶわよ。他人の子に構ってる暇ありません。私がいないとメイが不安になります。すぐに鍵を開けてください。心配はいらないわ。メイちゃんなら美味しそうにケーキ食べながらクリスマスの DVD 見てニコニコしてる。すぐに気づきます。メイが泣いたらお母さんに対処できるんですか。私を誰だと思ってんのよ。子供3人も育てたのよ。
この世に3人も被害者がいるんですね。かわいそうに。そんな生意気な口聞いて後悔するのはあんたよ。ごめんなさい、今のは取り消します。だからお願いします。知らない。お母さん病気なんですよね。最後のクリスマスにこんなことしたら天国に行けませんよ。日頃の行いがいいから平気。ケンタも後から来るんですよ。私がこんな状態だったらお母さんが怒られますよ。勝手に出て行ったっていうわ。サンタの格好で出ていく嫁なんて気持ち悪すぎて離婚するっていうかもしれないわね。そうなったら最高。だとしても鍵をかけるのはおかしいと思うはずです。防犯上鍵をかけるのは当然だし、特に怪しんだりしないわよ。お母さん寒いです。冬は寒いの。そんなもの常識でしょ。せめて上着だけでも。余ったれんじゃない。寒ければ走る。トニーババア、なんとでも言いなさい。さーて、メイちゃんと何して遊ぼう。手がかじかんで文字が打てないです。いいクリスマスだわ。2時間後。バカ嫁、あんた何してくれたの。クリスマスを満喫してまーす。友達や親戚中から電話が鳴り止まないのよ。私もお母さんもついに全国デビューしちゃいましたね。テレビに出たって本当なの。あまりにも寒いのでとりあえず駅前に向かったんです。電子マネーの使える店であったかいコーヒーでも飲もうと思って。それで何を。どうしたらあんたがテレビに出るのよ。こんな格好して雪の中歩いてたんで目立っちゃったんですよね。テレビにインタビューされまして、おかげさまで大人気です。何を言ったの。私見てないからわからないのよ。なんでサンタの格好してるんですかって聞かれたので、そこ意地の悪い姑に騙されて外に追い出されたんですって言いました。アホなの。思いのほか受けたみたいで、結構長めにインタビューされちゃって。あれ生放送だったんですね。でもそれだけじゃ私のことなんてわからないはずよね。デーモンのりこって言ったらウケるかなと思ってつい偽名にしようとも思ったんですけど、寒すぎて頭が回らなくって。あんたの顔とのりこって名前でみんなテレビ見てすぐわかったのよ。恥ずかしいことするんじゃない。さっきツイッター見たらハッシュタグデーモンのりこでトレンド入りしてました。なんなのそれ。ネットで話題になってるってことです。親戚からそんなに嫁いびりをしてるのかって言われたわ。何を言ったのよ。別に大したこと言ってないですけどね。産後病院に来て赤ちゃんを家に連れて帰ろうとしたとか、生後5ヶ月の娘にチョコレート食べさせようとしたとか、私の嫌いな食べ物ばかり送りつけてくるとか、そんなことです。外で言うバカがいるか。ここにいます。私は常識のある人間で通ってるの。余計なことをして評判を落とされると困るのよ。常識？笑わせないでくださいよ。何よ。姑に常識がないから嫁がサンタの格好をして駅前うろうろしてテレビに出る羽目になったんでしょ。あんたがさっさと家に帰ればよかったのよ。財布も鍵もないのにどうやって家に帰るって言うんです。駅前でケンタと合流する予定だったんです。え、ケンタいるの。冷え切った私を見て涙目で謝ってくれましたよ。自分の親のせいで申し訳ないって。どうしましょう。ケンタが誤解しなければいいけど。誤解も何もあなたのやったことは事実でしょ。ケンタが自分の母親を軽蔑するのはかわいそうだと思って今まで黙ってましたけど。引き続き黙ってなさい。もう行っちゃいました。なんてことを。今激怒したケンタがメイを迎えにそちらへ向かいました。私は体が冷え切ってるのでカフェで待機してますけど。メイちゃんは楽しそうに遊んでるわよ。迎えになんか来なくていい。嘘はやめてください。ケンタから今 LINE 来ました。外までメイの泣き声が聞こえるって。もうついてるの。メイは連れて帰って家でクリスマスをやり直しますから。あんたも帰ってきていいから、ここでやりましょう。きっと楽しくなるわ。ケンタにもプレゼントがあるのよ。ケンタきっといらないと思います。本人に聞いてみてください。あ、ケンタが来た。どうでした。すごく怒られた。あんなケンタ見たことないわ。メイちゃん連れて出て行っちゃった。そりゃそうですよ。愛する妻がコール直前だったんですから。でもほら結果的に生きてるじゃない。結果的に生きてれば何をしてもいいというのですね。わかりました。ではお母さんを使って冷凍庫に入れる人体実験をさせてください。ご心配なく、結果的に生きてるはずですので。やめてよそんな恐ろしいこと。私はそれをやられたんですけど。大げさな女ね。それくらいで大騒ぎしちゃって。お母さん、そういえば病気の件って嘘ですよね。あれは本当よ。診断書も見せたでしょ。私もパッと見では騙されちゃったんですけど、後で拡大してよく見てみたら病院が
暴飲になってたんですよね。前立腺くらい笑ったんですけど。嘘、まさかご自身で作られました？いや、さすがに暴飲はないでしょ。何をどうする因なんですか？笑うな、一生懸命作ったのに。やっぱりそうでしたか。病気だって言っても全然信じてくれないから、パソコン教室に通って診断書を作ったのよ。そんなことに使う労力があればもっと有意義な老後を過ごしてください。前立腺で失敗したから次こそはと思ったのに、余計なことばかり気づきやがって、この鬼嫁。お母さん、のんきに悪態ついてますけど、今後のこといろいろと大丈夫ですか？何のことよ。ネットの恐ろしさ分かってないなぁと思って。あんなの暇人の書き込みでしょ、どうってことないわよ。それが分かってないって言ってるんです。今やネットは狂気、簡単に人を消せる道具なんです。どういうこと？特定犯と呼ばれる人たちがいます。デーモンのりこは今かなりバズっているので、必ず特定犯が動き出します。何を特定するの？お母さんの個人情報ですよ。顔から出身校から年齢、住所、すべてです。は？何それ？もちろんそんなこと許されません。でも彼らはやるんです。どうしたらいいの？もう誰にも止めることはできません。かわいそうなお母さん。いやよ、恐ろしいわ。一つだけ回避できる方法があるかもしれないけど、お母さんにできるかどうか。何？教えて。デーモンのりことしてプロレスデビューするんです。え？ピンチをチャンスにの発想ですよ。ヒール役としてデーモンのりこを演じきるんです。私プロレスなんてやったことないわ。女子プロのジムが隣町にあったので、そこを訪ねてみるといいですよ。それで解決するのね。おそらく。何かあったら助けてくれるわよね。もちろんです、私たちは家族ですよ。わかったわ、私デーモンのりこになる。ご健闘お祈りしております。後日談。LINE しながら笑いすぎて腹がちぎれるかと思いました。いい年したおばさんがプロレスなんか入門できるわけないだろうというツッコミはさておき、翌朝、朝のワイドショーでも話題になったことで、いよいよ身の危険を感じたのりこは女子プロのジムへ行き、5分で追い出されたそうです。デーモンのりこのリングデビュー見たかったな。案の定デーモンは特定され、数週間は庭へゴミを投げ入れられたりと、まあまあ被害に遭い、警察に通報したりしたそうですが、時間が経つとともにデーモンのりこは忘れ去られました。何かあったら助けるとは言ったものの、私とケンタはスマホの操作を誤ってのりこだけブロックしてしまい、戻し方がわからないのでそのままにしています。来年からクリスマスは家族3人で楽しく過ごします。